乾かし方を変えただけでここまでツヤツヤサラサラにすることができます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。さっきの髪見ました？あれ乾かし方を変えただけでサラサラとツヤツヤになるんですよ。今回は使用したドライヤーの紹介とパサつかない乾かし方に関して紹介していきます。濡れたままだと本当頭皮にも良くないですし、毎日ドライヤー使いますけどやっぱパサつきとかも気になりますよね。ダメージの原因は熱にあるんです。毎日のスタイリングでもドライヤーで癖を伸ばしたり高温のアイロンを使用することで熱によって髪の中の水分が失われていくんですよね。熱を与えすぎることによって髪が硬くなってしまって結果ダメージだったり切れ毛の原因を作ってしまってるんです。それの解決方法を3つ紹介します。まず1つ目、ドライヤーを髪から15センチから20センチ離して頭皮から乾かす。2つ目、100度以上の温度が出るドライヤーは使わない。3つ目、上から下に向かって乾かす。これを意識するだけでツヤツヤサラサラになります。そして今回使用するのは NTG さんのリファのドライヤー。すごいのがここ見てください。これセンサーがついてるんです。センサーが髪の温度を感知して約60度以下を保つように温風冷風を勝手に切り替えながら乾かすことができるんです。なので熱によるダメージも受けずにしっかりと乾かすことができるんです。しかも吹き出し口からイオンを発生することができるんです。すごい考えられてますよね。じゃあ早速リファさんのドライヤーを使って髪を乾かしていきたいと思います。まず15センチから20センチぐらい離して根元から乾かしていきます。根元が乾いたら次に上から下に向かってドライヤーで乾かしていきます。ほんとすごいですよね。いつもは手でガードしながらドライヤーの温度がどのぐらいかっていう風に考えながらやってたんですけど、今回は全く気にしないでドライヤーをかけることができました。しかも髪の内側に潤いを残して乾かせているのでツヤも出てまとまりもいいですね。もうこのまま外に出かけてもいいぐらいだと思います。でもやっぱりスタイリングがしたいって方もいますよね。そこでこれも画期的新発想というか、基本的にタブーとされているものをリファさん作っちゃいました。こちらリファロックオイルです。使い方はコテやアイロンを通す前に使うオイルなんです。基本的にヘアオイルはヘアアイロンを通す前に使うと髪が焦げてしまいます。こちらのリファロックオイルはその心配もなく使用感も良くて仕上がりもとてもいいんです。続いてヘアアイロン。皆さんヘアアイロンを使う時結構こう力を入れたりして髪を挟んだりしてませんか？美容師的に髪を強く挟むと髪が傷んでしまうのでおすすめができないんです。リファさんのアイロンはカーボンレイヤープレートの表面に施された低反発コートが髪に優しく密着し、髪を潰さずにアイロンを通すことができるのでダメージの心配がいりません。続いてこちらのカールアイロンもリファさんのものです。特徴はこのプレートが3層構造になっているので髪にムラなく熱を伝え崩れにくいカールを作ってくれます。なので朝スタイリングで髪を巻いて夕方カールが取れちゃうって方におすすめかと思います。この両方から熱を入れることで長時間カールがキープできます。ではさっき紹介したリファロックオイルと一緒にカールアイロンを使ってやっていきます。じゃあまずロックオイルを出していきます。2プッシュぐらいですね。しっかりと手のひらで伸ばして手先の方からつけていきます。でね、カールをつけるところをまんべんなくまずつけて、で少しね表面の部分も伸ばしていきます。だいぶ匂い、めちゃくちゃいい匂い。じゃあ次にねオイルをなじませるために溶かします。
では巻いていきますね。最近の旬はやっぱりね、外巻きカールがやっぱり旬なんで、ちょっとそれで巻いていきます。顔周りを外に。でも結構思ったよりね、髪が噛んでくれますね。しかもなんかスッと通るからガリガリしない、すごく滑らかにカールアイロンが通せるって感じですね。次後ろ、ここはちょっと内に巻いちゃいます。本当に湯気出ないですね。綺麗にカールをつけます。次またちょっと外に巻いちゃいます。最後内に巻いちゃいます。結構本当にオイルつけててもあんまり気にならないって感じですよね。結構長時間置いてても全く油煙も出てこないです。こんな感じで巻き終わりました。オイルをつけてからカールアイロンを通しても全然問題なかったのと、カールの仕上がりがとても綺麗です。あと、どのぐらいの時間ヘアアイロンで巻いてていいのって思うとこってありますよね。長く髪を巻いてしまうと髪の内側の水分が飛んでしまうことが一番ダメージを与えてしまいます。それがこのカールアイロンだったりヘアアイロンも高温も出るんですけど、特殊なプレート設計により熱の伝わり方が工夫されていて髪を傷めにくくなっています。じゃあ試しにプレート部分に水を濡らしていきますね。見てください、一気に水が蒸発するんじゃなくてしばらくこの状態で残ってます。濡れた髪にプレートを当ててしまうと水蒸気爆発が起こり髪を傷つけてしまうので、それが起こりにくいのはいいですね。カールアイロンやヘアアイロンで失敗しやすい方にはかなりおすすめかと思います。今日はツヤツヤサラサラ髪にする乾かし方のテクニックとリファさんの商品を紹介させてもらいました。自動で髪の温度を感知して温風冷風の切り替えができるっていうのがすごく楽ちんにヘアケアができますね。そして個人的にリファロックオイルとカールアイロンとヘアアイロンに搭載されているカーボンレイヤープレートはとても使えると思いました。それぞれ特徴的な商品になってますので、気になる方は概要欄に URL を貼っていますので、そちらからご覧ください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。